西久保八幡貝塚は、東京都港区虎ノ門5丁目の西久保八幡神社境内にある、縄文時代の貝塚。東京都指定文化財。西久保八幡貝塚西久保八幡神社。西久保八幡神社は、住所表記では、虎ノ門といっても、虎ノ門の最南端。隣の施設の住所は、麻布台になる場所にあり、六本木から南東方向に伸びる台地の上にある。 現在は海からは遠いが縄文時代には縄文海神で海面が高かったため海にはほど近い場所であった。ほとんどの土地で開発が進んでいる東京の貝塚は人の手による破壊が進みほとんど消滅しているが神社境内にあった西保八幡貝塚は良い保存状態で残されていた。西保八幡神社敷地内に 海塚があることは1933年の調査で判明し、縄文時代後半の海塚として知られていたが、1983年までは、詳しい調査は行われていなかった。1983年、東京都教育委員会が、国庫補助を受けて実施した東京都心部、遺跡分布調査団によって西久保八幡神社社殿裏に、 幅2メートル長さ10メートルの溝を掘って調査が行われている。大地の斜面上にある海藻は、掘りのう2機からカソリビー1機の肺外、ハマグリを主とする下にある海藻とカソリビー2機から祖国機のかけてのオキシジミ貝、オオノガイを主とする上に位置する海藻の2層が見つかっている。肺外、オオノガイいずれも海水産の貝である。海藻上層と下層の間に、 海藻形成期の空白があるように見えるが、調査範囲が狭い結果で、出土土器の解析からは、この、貝塚の形成は、縄文時代後期前用の堀の内式土器の時代から、縄文時代後期紅葉の安行式土器の時代まで、連続していると考えられている。出土した貝や、動物骨は、貝が十八種、魚類が十三種、両生類三種、爬虫類二種、 蝶類2種、哺乳類8種であった。海藻の上下で種となる貝の種類が異なるが、発見される魚骨も上に行くほど種類が少なく、なっている。哺乳類はウサギ、タヌキ、キツネ、シカ、イノシシ、ネズミ、コウモリ、モグラなどの骨が見つかっているが、最も多く見つかっているのは、イノシシの骨である。土器は種類多く見つかっている。深鉢型カワラケ。 八型土器、中高土器など、丹念に磨いたり美しい模様をつけた、生成土器や、比較的単純な蘇生土器が多数見つかるほか、石器や、牙、骨製品も発掘されている。骨格器作る際に用いられた見られる砥石も見つかっている。比較的近くにある伊サラゴ貝塚や、丸山貝塚では豊富な貝殻が発掘されるが、土器や重魚骨などは少なくこれらが、 住居跡ではなく貝の加工場跡であると推察されるのに比べて、西保八幡貝塚では相対的に貝殻の湿度量に比べて土器や石器、牙、骨製品、あるいは重骨が多く見られる。西保八幡貝塚はこの付近に住民の住まいがあり、生活に伴うゴミ捨て場であったのだろうと考えられている。ありがとうございます。